マナさんどうもこんにちは。こんにちは。はい、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、今日はですね、はい、このちょっと動画を撮らせていただくことに今急にしたんですけど、はい、よろしいですかね、はいはい、こちらのね、私の大好きな読書のすすめの日本一の本屋さん、読書のすすめの、清水店長が書かれたね、はい、繁盛したければ一等地を借りるなっていう、はいはい、まあ、この名著があるんですけども、名著なんですね、はい、はい、でこれをちょっと今回ね、はい、お貸しして、はい、でちょっとさっき感想文も書いてきてもらってありがとうございました、はい、あ、いえいえ、こちらです、はい、お借りしてありがとうございました。今回これを借りようと思わはった、はい、このうちのここから文庫から、あ、はいはい、借りようと思わはったきっかけは何やったんですか、はい、では、はい、まあ、自分でもこれからお教室を始めたいなと思ってたんですけど、あ、教室、はいはい、何の教室でしたっけ。あ、お花の教室、花の教室ね、はい、始めたいと思ってまして、はい、まあ、なんか先生も整体院を始めはる時に、はい、こちらの繁盛したければ一等地を借りるなっていう本を読まれたっていうことをちょっと伺ってまして、はい、まあ、それを思い出しまして、うん、私も一度読んでみたいなと思いまして、うんうん、先日お借りしました。はい、ありがとうございます。読んでどうでした？あ、読んでも感動でした。お、はい、どんな感じ、どの辺がとか、なんか、ね、私すごい悩んでまして、うん、まあ、ちょっとある人から、うん、まあ、そのお花教室っていうのはただ単に趣味でするのか、うん、そうか、うん、まあ、ビジネスとしてなんかね、うん、やるのかどっちやっていう風に聞かれて、うん、まあ、私なんかどっちも、うん、なんかこうどっちもかなとかどっちでもないなとかなんかすごい迷ってたんですけれども、はい、でもや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 した気持ちがあったんですね、うん、はいはい、でこの度こちらの方を読ませていただいた時に、うん、まず飽きないっていうのは人を喜ばす、人を喜ばす、まずねっていうことがすごい大切だっていうことが書かれてましたので、はい、なんかそこに、はい、私も共感しましたので、なんかその趣味なのかビジネスなのかなんかどちらを取らなくても、うん、まず人を喜ばせて、うん、まあ、その結果ね、どうなるかっていうことでいいんだな、うん、スタートはっていうふうに思いましたので、お、素晴らしい、すごく読ませていただいてなんか不安がすごいいっぱいあったんですけど、うん、なんか気持ちがすっきりして、あ、まあ、前向きにどちらとも決めずに、うん、まあ、人を喜ばせて、うん、まあ、自分も楽しんでいこうかなという気持ちになりました。よかったじゃないですか、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね、はい、そのある人に、はい、ビジネスにでやるんか、お花を教室やるときに、はいはいはい、趣味でやるんか、どっちやねんって言われたってこと。はい、そうなんです。でも松本さんはこれ読んで、はい、そのどっちでもないっていうか、あ、最初どっちでもないし、うん、どっちが決めないといけないのかなと思って、うんうんうん、なんか最初のスタートね、うん、なんかモヤモヤしてたんです。どっちかにせんみたいな感じだったんですか。そうなんです、うんうんうん、なんかまあもし趣味だったら、ま、ね、そんな準備とかいらないのかなじゃないですけど、うん、まあね、また大掛かりだとね、いろんな場所もいるのかな、まあ、うちの家っていうのはそんなにね、一等地では全然ないので、いやいや、なんか人通りも少ないので、じゃあどっか借りた方がいいのかなとか、うん、まあ、そんな、ね、ビジネスだったらたくさん来てもらわなあかんのだったらねとか思ったり、すごいちょっと悩んでたところがあるんですけども、うん、はい、なるほど、はい、そんなところ、そういう右とか左とか、はいはいはい、もうそのなんていうんですか、はい、あれがなくなったみたいな。そうですね、垣根がなくなって、うん、はい、間仕切り、そうですね、間仕切りなくなりました。間仕切りなくなった、ね、なんか楽になりました、うん、楽になった、はい、で、やる気が、あ、なんか急に、うん、はい、どんな感じ、前向きな感じで、うん、もう今のままの自分でいいんだなっていう感じで、人に伝えたいなっていう気持ちでやってたので、うん、それ結果は、あ、お花をね、はい、そうです、うん、そうです、あとはもうそれはもうね、結果はついてくるのかなとかいう感じで、素晴らしい、いいのかなというふうに思えるようになりました、はい、最初から決めなくていいのかなと思います。いいですね、すごい、この便箋ね
こう2枚にわたってたっぷり書いていただいて、まさかこんなにしっかり書いてくださったものが。そうですか、ありがとうございました。なんだか書いてるうちに清水店長にお手紙を書いてるような気持ちになりながら、いいですね、喜ばはります。あのついつい、なんかちょっと、はい、あの偉そうかなじゃないですけど、はい、あの全然お会いもしてないのに目に浮かぶような感じで書かせていただきました。いいですね、はい、すごい人柄もあの、はい、伝わってきましたね、本を読んでる。あ、そうですか。あの2ヶ月2回あの大阪でも勉強会やってますので、そうなんですね、はい、まあ、いろいろ、はい、あの、はい、読書のすすめさんで、はいはい、他にもね、いろんなおすすめ本もありますから、そうですけど、はいはい、今回はちょっとね、はい、あの僕もね、会議の時に読ませていただいて、僕も、はい、いつ本当に一等地じゃ、ね、ないところで、はい、ね、ここは確かに車でしか来れないところですよね、はい、行くからね、分かりにくいところですけど ね、はい、そうで、はい、僕も周りから駅近にした方がいいんじゃないのとかすごく言われたんですけど、そうですね、はい、この本読んで、あの勇気が出て、あ、そうですか、はい、あのこうやってね、たくさん来ていただけるまでなんで、なんかいろんな方が、ね、ありがとうございます、勇気をもらわれてこの度私も遅ればせながら勇気をいただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、よかったです、ありがとうございました、はい、ということで今回ね、はい、この、はい、繁盛したければ一等地を借りるな、はい、清水店長の本ですね、はい、の感想をいただいたということで、はい、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、じゃあ、はい、今頑張っていきましょう、頑張ります、はい、では、はい、店長どうもありがとうございます、店長ありがとうございますでは失礼いたします、失礼いたしますありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい